はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、こちら J ドリームさんから発売されているザ・ペーパー9をやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあ、というわけで今日はですね、 J ドリームさんの、ザ・ペーパー9をやってまいりました。これもうずっと気になってたんですよ。なぜかっていうとね、もうないんですよ。ないってないじゃない、9ですよ。シリーズで9まで行くってことは相当人気のあるガチャガチャね。え、あのトイレットペーパーのこのミニチュア版すごい楽しみ。それではラインナップの方行きたいと思います。まずはこちら、トイレットペーパーシルバー。いや、もうこれがもう一番欲しい。あのもうリアルじゃないですか、なんかもうこの画像だけで。なんでね、ちょっと楽しみにしてます。続きましてこちら、トイレットペーパーブラック。ブラック、だから渋いな。どこだろうな、どこだろうな、カフェとかその辺にね、ちょっとね、置かれてそうなこのトイレットペーパーブラック。さあ続きましてこちら、ティッシュオレンジ。もうティッシュ欲しいな。ティッシュこれ楽しみだな。どんな出てくるんですかね、ちゃんとね、楽しみにしてます。さあ続きましてこちら、ティッシュフラワー。いや、これもうまたね、フラワー、花柄ですかね。まあもう何も言うことないと思うんですけどもね、楽しみにしてます。さあそして最後はこちら、ペーパーセットストライプ。もう画像を見るだけでもうリアル、よくできてるかも。まだ見てないからわかんない。すげー楽しみでございます。さあ以上の全5種類を今日はですね、6回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、パカリミニブック、こんな感じで、でシルバー、ブラック、オレンジ、フラワー、これがね、何ですか、ペーパーセットストライプで、こちらがあのちゃんと付け方ですか、なんかレクチャー書いてあります。1本目はこちら、ティッシュオレンジ。いやー、よくできてますねこれ、まあ、よくできてるのもしっかりした箱で、この横とかもなんか、ちょっと柄がちゃんとしっかり、柄っていうかこの箱が重なってるとこもしっかり細かくできてますね。あ、いいですねこれ、ティッシュ、こんな感じ、こんな感じ。これどうやって開けるんだろう。あ、ここスライドここほらスライド式になってますね、ここほら、こうスライド、この中に丸い紙が入ってますね。この紙が、こんな紙が入ってます。でこれを、これをここにオープン、オープンと書いてありますね。オープンをするわけでしょこれ。はい、オープン、ベロベロベロンとオープンすると、これここが剥がれて、オープンはここに剥がれて、ちょっとここにあるんで、これをここの裏からこう入れるわけです。はい、紙を出すとこんな感じで、ティッシュちっちゃい、このでここからこう出せるんですね、このこんな感じでこう引き出せるわけで、これメモ帳にも使えるよって書いてあったんで、メモ帳にも使ってみてください。紙ね、少し入ってるんで、結構入ってるんでね、これ何回も何回も引き出してメモ帳にできるで。さあ続きまして2本目、カリペーパーセット、よくできてる。これちゃんと紙に包まれて、これはよくできてるな。このままこう飾っときたい。ほらペーパー、これ開けちゃおうかな。これ開けたら買いになるのかな。開け、はい、じゃあ開けてみます。ペーパーセット、ここちゃんとあのこのロールに、この紙にここに入るじゃないですか、ここに入ってるところにちゃんと入ってますね。穴にこう芯のところに、あ、芯がちゃんとある。ほら、あ、オープンになって、ここで開けてこのままロールが使えるわけだ。お、いい感じ。これ予備で使えるんだ、これはいいな。開けちゃうとな、入らなくなっちゃうな。あとでね、なんかで、ね、押し込んでおけば、この予備のあれで取っておけますんで、ちゃんと使えないとこ積んでおけるんで。はい、こちらロールね、ペーパーセットめちゃくちゃよくできてる。続きまして3本目、よいしょ、あかり、トイレットペーパーブラック。
くー、これいいじゃないですか。これめちゃくちゃいいじゃないですか。おー、よくできてる。結構思ったよりでかい。これ200円なんですけど、でかいですね。大体すごいちっちゃいミニチュアだったりするんですけど、これでかいんで面白いですね。で、ここにロールがこう入って、これどうするんだろう。ん？あ、このように取れますね、ちゃんと。芯がついてます、この芯が。ね。で、これでまたこう、この、ペーパーにこう入れて、この上から差し込められるんだ。上がこう差し込む。そうすると回るんですね、こうやって。で、こう。面白いな、これ。後ろはね、別に何もついてないんで。あ、これ、両面がついてます、両面。ここにペタッと貼って、どっかに貼りなさいってことですね。こうやって。なんか磁石とかつけて、冷蔵庫に貼っとけば、これメモできますよ、これ。牛乳足りないとかね。ね、これさっきのペーパーと一緒なんで、ほら。このペーパー、替えのロールペーパーをここにまた変えて、新しいもの使い回せますね。そんなにこれでメモするかって言ったらしないかもしれないですけど。これよくできてるんで、本当に。ほら。これどっかに貼っときたい。これ磁石つけて貼っとこうかな。めちゃくちゃよくできてます。そして、4本目さあ、パカリー。こちらティッシュフラワー、これいい。よくできてるな。フラワーいいですね。ソフトティッシュって書いてありますもんね。ソフトティッシュこれもいいね。この2つこうやって合わせてこうやって置いとこうかな。こう積んどいてもいいしね。ほら、こんな感じでいい。さあ、この時点で5種類中4種類揃ったので、リーチリーチー。さあ、コンプリートまであと1種類。一番欲しいシルバーが出ないのか。さあ、続きまして5本目、こちらばかり。あー、5本目はダブった。ペーパーセットストライプ。いや、これ何個あってもいい。トイレにこれ積んどきますわ。こう使えんのかなって一瞬思います。積んどけばこれめちゃくちゃいいじゃないですか。6本目、あー、パカリ、シルバー、トイレットペーパーシルバー出ました。というわけで、この時点でコンプリート。トイレットペーパーナインコンプリート。シルバーよくできてる。この素材はね、プラスチックですね。いや、もう完全鉄に見えたんですけど、プラスチックでしたね。めちゃくちゃいいです。よくできてます。これもパカッと開いてね。これはよくできて、この鉄の部分のところの本物の横にこう貼りたいですね。これ、どっち使うの？え？ちっちゃいの横にあるけど、どっち使うの？お願いします。教えてください。どっち使うの？みたいになりそう。いや、めちゃくちゃいい。これよくできてる。これ人気の秘密がわかる。めちゃくちゃよくできてる。これ見て、ほら、この感じ。これ合わせると。めちゃくちゃよくできてる、シルバー。ああ、というわけで、この動画少しでも頑張ってるなと思っていただいた方は、高評価、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド、川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。